私は政府で総務省の大臣政務官で地域の元気創造牧場ってやってるんですけども、もうこの赤羽バカ祭りは地域の元気づくりの日本中の見本ですね。でどんな方でも楽しめるように、もう和洋折衷全部あるし、今裏通りも歩いてきたんですけれども、皆さん楽しみ方を知ってらっしゃる、こういうお祭りを都内中にずっと広めたいですね。本当に突然のコメントありがとうございます。今日一日、8時頃までですかね、ございますので、北区で赤羽で、ぜひ高松市楽しんでください。私実は家の実家が南浦和で、北区を通らないと帰宅できなかったんですね。それで北区とご縁があるという、こういうシャレでございまして、子供時代を本当に思い出します。